始まりました。もっと社長を知りましょう対面第6回目になります。今夜もよろしくお願いします。お願いします。今回のゲストは社会保険労社会保険労務士法人エルクエストさん。エルクエストの奥村です。エルクエストの奥村社長さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと分かってたんですよ、はい、分かったんですけど、頭の言葉がちょっと近くなっちゃって、ね、はい、社会保険労務士法人エルクエストの奥村と言います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっとなんかね、はい、お土産じゃないですけどすごい気になるものがあるんですよ。ありがとうございます。そう言ってもらったら嬉しいんですが、実はこんな本をはい、こっかな。大丈夫です。はい、こんな本を出しております。じゃー、まあこちらの会社とは全然また趣旨が違う。社畜とは違いまして、まあ社長さんにブラックだぜって言ってる分なんですけれども、こんな本があります。喧嘩売ってきましたね、最初から。そうです、そうです。最初からちょっと喧嘩売られました。違うところ見せたこうと思って。最初からすごいですね。タイトルがめっちゃ気になるんですよ。社長だからあなたの会社はブラック企業と呼ばれるのです。はい。今社長目の前にいますけど、社長に向けて言ってるような本ですね。めっちゃ気になります。ちょっと後で見せてください。はい、ありがとうございます。ではでは自己紹介からいきたいと思います。さっきちょっとしましたけど、改めて、はい、社畜アイドルの道行です。今日もよろしくお願いします。はい、あ、そうですね。はい、ちょっとだけお願いします。はい、私は社会保険労務士の奥村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では2番に行きたいと思います。もっちょさんからの手紙ということで、私は最高顧問のもっちょさんからお手紙を預けてきました。扱ってるんですね。注意事項になってるんですけれども、はい、よかったら音読していただけると嬉しいです。私読むんですね。お願いします、はい、ちょっとここは、はい、読んでもらえると思ってはい、読みます。はい、奥村様、はい、拝啓、この度はお忙しい中ゲストに来ていただいて誠にありがとうございます。番組が開始する前に拙者から謝っておかなければいけないことがございます。みちゃきちゃんは何分会話能力と理解力が乏しいかな、 かなりいけてると思いますが、ゆえに不快な気持ちにさせてしまうことが可能性が大きいでござる。その前に、先に謝罪を申し上げたいと思います。申し訳ございません。敬具もっちょより。よろしくお願いします。これ毎回読んでくださるんですけど、はい、そのため私心が痛くなるんですよ。あ、そうですか。ちょっと結構バカなんですけど、まあ、結構漢字とか今回多いんで、はい、気をつけるつもりですけど、ちょっと言葉が回らなくて。大丈夫ですよ、はい、その都度訂正していただきます。エレクエストですか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます、はい、ちょっとだけ補足にします。はい、ご注意、配信をしながらの取材となります。生放送になりますので NG ワードはおっしゃらないようにお願いいたします。はい、またその後の尺度や編集はできませんのでご了承くださいませ。はい、至らない点も多々多いと思いますが、楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。はい、頑張ります。よろしくお願いします。ではでは早速取材の方に入らせていただきたいと思います。はい、すごいいっぱいコメント来てる。パチパチパチ、エリクエスト。そう、私も分かったんだけど、エリちゃんと、はい、なんか難しかった。そうですね、ドラゴンクエストと同じなんでね。OK、もうそれでドラクエと覚えてもらったら嬉しい。エルクエスト。わかりました、ありがとうございます。はい、では起業してから何年目ですか。はい、起業してからは20年目です、はい、おお、20年経ちました。すごいですね。今っておいくつですか。ゴジラと一緒の番号で。ゴジラで分かります。ゴジラは分かります。はい、一緒の番号55番です。あ、55歳です。あ、本当ですか。全然普段でよかったな。はい、ごめんなさい。違うゴジラ。あ、違う、こっちこっちだと思います。すみません。なるほどです。はい、30歳ぐらいの時に起業されたんですか。35歳ですね。35歳。はい、ちょっといろいろ後に聞いていきたいんですけど、はい、先に聞きます。はい、学校、普通に大学出てらっしゃる。普通に出てます。大学を出て、はいはい、そこで社会経験をしてから起業されたってことですか。うん、社会人経験はしましたね。はい、社会人経験しました。私は学校を、はい、素晴らしい成績で、素晴らしい成績で、うんって言わないとね、うん成績で学校出まして、はい、で社会人勤めさせてもらったんですけども、はい、
あの税理士事務所に勤めさせてもらいました。はいはい、あ、もうそこからじゃあその道だったんですね。そうですね、まあ、近い道を歩いてますよね。はい、あの中小企業の社長さんとお付き合いできるっていうのが僕のすごく好きだったところなんで。はい、やっぱ頭はよろしいんですね。頭は悪い、あ、普通です。え、もう国家、さっきちょろっと聞いたんですけど、国家試験ですもんね。あ、国家試験ですね。すごい、もう頭いい人は大体すごいんですよ。いいか悪いかはちょっと、ね、ここは秘密ってことです。秘密なんでですか、もう絶対あれだったんです。尾形さんより若く見えるね。尾形さんより確実に若く見えます。いやいやいや、尾形さん絶対若いと思う、大丈夫です。ひげ、もちゃもちゃの時すごい太ってじゃないよ、見えるんですよ。どこの大学差し支えなければ、 あの、はい、あの、言いますね、京都産業大学です。はい、大阪の人は知らない、大阪の人は知ってるけど東京人は知らないよね。東京の東大みたいなやつですよね。いや、もう全然違って、あの鶴瓶さんとか。あ、鶴瓶さんいるんですか。根の根さんとか。へぇ、出てたっていう。すごい、相当いいだろうな。そう、頭絶対分かる人いるかな。あ、おーってやっぱ分かる人はいるんですか。ありがとうございます。僕、汗出るんで。お茶でも飲んでください。お茶の、お茶の、はい、ありがとうございます。お茶飲ませてもらいます。はい、どうしようかな。次いきますね。はい、社員数は何名ですか。社員数は今はね、25人ぐらいいます。はい、25人、はい、すごい。これアンケートに大阪20人って書いてるんですけど、本家が大阪なんですか。そうですね、もともとあの、ね、学校京都 で、はいはいはい、で勤め先は大阪で、はい、で大阪で社労士の、開業をして、はいはい、で大阪にいたんですけども、東京にも行ってみたいなと思って東京に来ました。なるほどです。今はじゃあ東京に住まわれてるの。今は東京に、一人で住んでます。あ、なるほど、はい、嫁と子供は大阪で住んでます。単身赴任みたいな感じですかね。そうですね、今一応単身赴任です。マジですごい、うちの親父と同じです。すごい、やっぱ、すごい、やっぱ頭いいんですね。それはちょっと、はい、すいませんって感じです。すいません。すいませんって感じです。どうしようかな。では、結構本題の方に入らせていただきたいんですけれども、はい、結構触ったんですけど、会社を立ち上げた経緯について教えてください。あの、まあ、会社っていうのが非常にね、その線が難しくて、はいはいはい、平成8年に自分で独立開業して、はい、もちろん個人事業にしてしました。はい、で、まあ、10年経った時に、はい、10年、それが6、7年目でね、あの、やっとその社会保険労務士にも法人を作って、まあ、法人って会社みたいなものですね、はいはいはい、作ってもいいっていうことになって、はい、で、まあ、作りたいなと思ってたんですけども、仲間がやるとできないんですよ。最低2人以上の社労士がいなくていけないので、1人じゃやりますって言ってもできなくて、で2人でやろうと、はいはい、でまあこういろいろ探してて、またまたま適任者がいたので、はい、その子と一緒に法人を作ろうかなと。で作らせて、なるほどです。というね、まあ時計って言ったら立ち上げた経緯、まあ会社でね、はいはい、立ち上げた経緯はあのあれですね、自分一人じゃないと思ってたので、はい、あのみんなで会社をしたいな、仕事をしたいなと思って、自分だけがこの儲けたりするのは嫌だったから、はい、ちょっとあの嫌なんですね。もう全然自分の自分のじゃないんですか。あの自分の自分のですよ。自分の自分のですけども、けどもあの自分もあの会社からお給料をもらえる。あ、はいはいはい。だから個人事業主って言ったら儲けは全部自分のもんだったんだけど、はい、今はもう会社の金と自分の金は違う。ああ。儲かるのは会社が儲かりゃいいと思ってるんで、はいはい、あの会社は多分それなりに儲けて、それなりに税金も払ってるし、はい、で個人、自分は自分で給料をもらって、それは従業員さんももらってるし、僕ももらってる。というようなことで、あの会社をちゃんと存続させたいのが一番。なるほどです。お金じゃないんですね。結構、社長さんってすごいやっぱもらってるイメージで、すごいお金のために言ったらですけど、はい、やっぱもらえるものだと思ってたので、結構でも皆さんその会社のお金と自分のお金は違うっていうんじゃないですか。うん、一緒じゃないんですか。まあ、あの使う気になれば使えるけどっていう、使う気になるって使ったら税務署の人に怒られちゃう、はい、ああ、そうかそうかそうか、そういう面も出てくる。で、その怒られたやつを社員さんに見せたくないじゃないですか。ああ、まあそうです ね、それで怒られた。そう、あの、まあ、ね、社長好きに飲みに行って、はいはい、金使ったやつを税務署に怒られたとかいうのね、はい、そうですね、かっこつかないですね、だいぶちょっと大人しちゃいますね。なので、まあそんなふうには考えてるつもりですよ。普通にその税務系のお仕事されてて、はい、そこからなんかこう辞めようっていうかさ、自立っていうか独立しようっていうきっかけとかってあるんですか。うん、そうですね、まあなぜ辞めようか、辞めさせてもらおうかと思ったのは、はい、
もともと、自分で仕事をしたいっていうのがあったんですよ。で、もともとしたい仕事は、不動産屋だったんです。あ、そうなんですね。で、不動産屋したかったんですけども、まあ、うち親父が不動産やってたんで、したかったんですけども、どういうかね、なんか一発でかい売り上げがあるんですね、不動産屋。あー、なるほどですね。なんか年間3つぐらいやったらもうご飯食べれちゃうというような感じで、ね。そんなですか。で、そんなもあったんです、はい。僕らが学校出てやった仕事が、毎月お客さんのところに訪問して、はい、お客さんのところで仕事をして、お金をちょっとずつもらって、どっちが向いてるかなっていうふうに思ってね。あ、だから自分はこっちの方が向いてるし、中小企業の おっさんたちがみんな好きだすごくいい人ばっかりっていうので、でそういうなんか一発狙うよりも、もうそういう人と一緒に、とかそういう人の、まあ、できたらご支援が、ね、ちょっとあれやけども、ご支援がさせてもらえたら嬉しいなっていうのであって、まあ税理士っていうのがなかなか自分にはピンとこなかったので、はい、何かなと思って、税理士さんとあれは違うんですもんね、また。ちょっとね、全然違う、全然違う。そこそこ、ごめんなさい、全然違うんです。社会保険、も私この、社会保険労務士ですね。労務、無っていう字があると大体一緒なんて思っちゃうんですよ。なんか、結構難しい系のあれで、うん、あ、そう、聞こうと思ったのが、はい、不動産のお仕事って言ってたじゃないですか。うんうん、あれって、どうやって思ったって、ちょっと話ずれちゃうんですけど、なんか、自分が建てたわけじゃないじゃないですか。不動産は2つか3つあって、はい、ある人が家を売りたい、あ、家とか土地を売りたい、はい、だからある人は買いたい人がいるじゃないですか、はいはいはい、その中で売りたい人と買いたい人を見つけてくるわけです、はい、だから見つけてきたら、売りたい人は買いたい人は自分売りたかったんだけど売れないわけですよ、はい、買いまへんかって言うていかないからね、はいはい、けどここで私がもしそこに入ったら一般の人に買いまへんかって言うわけですよ、私は、はい、で、あんなこの人連れてきましたよって言ったら手数料もらえる。なるほど、それになっちゃってるんですね。で、あとは、うん、それ土地はそうやね。あと家賃も、家もそうやね。マンションも、借りたい人もいてるわけやけど、うん、貸した大家さんもいてるわけよね、はいはいはい。そこを引っ付けてあげる仕事が。ああ、で、結構仲裁でやってるんですね。仲介業ね。仲介されてたんです。うん。奥村さん、話し上手。ね、なんか、保険系って言ってあれなんですけど、すごいなんかストーンってこうお話してくれるんですよ。いやいや、もう一応聞きやすくて、なんか寝そうになりますもん。彼女に説明せなすごいもう分かりやすい、分かりやすい説明を。確かに話聞きやすいね、聞きやすいよね。誰にでも分かりやすく、そう、分かりやすくないと私途中で頭パンクしちゃうから。いや、自分がね、分からん言葉喋られたら腹立つんで。腹立つんですかそう、服買いに行ったらなんかわーって言われるじゃないですか。あれ、分からへんねんなお姉さん言ってるけど俺は分からへんねんと思うの急に専門用語出てきます。そう、専門用語言われても困るんで、ちょっと説明してくれってなっちゃう。そう、専門用語は使わないっていうの。あー、なるほど。使えないっていうのがダメやね本当は使えないっていうのはちょっとダマとかだからですね。これ NG やったね、お姉さん腹立つのね、私もそう。どうしようかな、じゃあ次の質問に行きたいと思います。社名の由来を教えてください。はい、さっきのね、ドラゴンクエストの、はいはいはい、あれなんですけども、L をクエストするっていう、はい、で、ね、ドラゴンクエストはね、竜を探しに行く旅をしてるんじゃないですか、はい、で、僕たちは L を探しに行く旅を会社の方向というかモットーにする。楽しそう。で、L っていうのは何やって言ったら、はい、L 思い出すやつあります？L から始まるラバー。そうですね、ラブっていう。あ、ラブか。はい、入ってます。ラブ。はい。で、あとはランキン、違う。ランキンはちょっと、ね、ランキング。ランキング、それはないです。ない。ローウっていうのがあります。ローウ。ローって法律。あ、法律。なるほど。ロースクールのローやね。はい。で、レイバーっていうのがあって、レイバーは労働って言います。労働。はい。だから法律と労働っていうのがあって、はい、で、あとラブ、ライフ、ライフ。あー。なんかこの辺はちょっとドリカンっぽいですね。ラブライフ。ラブライフ。急に歌になってくるんですね。そうだけど。けどまあ、だから法律があって、労働者の生活とか愛に光を当てる。ああ。ことを探しに行きますっていうのがエルクエスト。めっちゃいいじゃないですか。すごい、それ。どうやって、結構3日目ぐらい考えました。25分、2学年時間かかった。
意外と短かった。お客さんのところでちょっとね、そんな一緒の名前があって、そのお客さんの名前をちょっと明かして。なるほどです。実はそこで思ってた、先生、先生これやと思って。いいな、関西なまりっていいですよね。まあちょっといろいろいい名前ね。まあその時は関西にいましたからね、これやと。そうですね、今は思っちゃうんですけどね。違う違うみたい間違える。難しいですね、あの関東の言葉はね。そうですね、治ります、治す気がないみたいな。治す気がない、まあ、もうあのさっきの年齢から、あ、そうなんよね。でも感染人は感染の方がいいですよね。では、どんどんいきたいと思います、はいはい、どっちにしようかな。じゃあ早速ですけど、はい、失敗系に入らせていただいて思います。うん、はい。あ、ちょっとじゃあここいいですか。もう気になる質問があったんで、相方とはトラブルがなかったんですかって。相方は、トラブルはないですね。あ、ないんですか。はい、不思議はわがままなんで、うん、相方さんはすごく分かって、無人も分かってる、くれてる人で。へー、絶対2人とかでやったら、はい、まあ、なんか出てきそうですけどね。あの、お互い経営者でいようねっていう考え方なんですよ。だから会社をまあよくしようねとか、会社のことを思って発言しようねっていうのがまあ根っこなんです。はい、なので、まあ、そこが合ってれば別にトラブル起きないですよ。なんかちょっとした喧嘩とかもなかったんですか。たまたまだから年が11、2歳離れてるのと、あの非常にその人間が彼ができてたんで、うんうんうん、あのそこはトラブルが なぜかないですね。すごい。いやだから私もトラブル起こしたい方のタイプあの人なんで起こしたいんですか。あの彼がいたから、まあはい、まあ、できてるし、うんうん、あのまあその人柄で全てが持ってるのかもしれないですね。うん、なるほどです。慣れそめようとか話が強くなっちゃうどうやって出会ったんですか。どうやって出会われたんですか。もともと私が個人でやってて、はい、で、従業員さんとして来てくれて、はい、でまあ、その時からかなり存在感のある従業員さん。あ、なるほど。人見つけるの大変ですもんね。なんかそうですね、会社見てて、なんかすごちゃんとしてない人とするもんとすると大変じゃないですか。で、なんかすごい上から言いますけど、私ちゃんとしてないんですけど、全然なんかイラッとする人もいるし。あ、いますか、イラッとした人。いるんですよ。あ、社員さんじゃないですけど。あ、それはね、あの人間ですからね。大変だなと思いながら、好き嫌いっていうのは人はあるんですよ。もうこれはもう仕方ないんですよ。なんかお客さんとかで、あ、こいつ嫌いだなみたいなのあるんですか。ファーストインプシンプルで、多分ファーストではないですね。あ、だんだん嫌いな、嫌いというか、あの合わないなと思うんだよね。あ、あの自分の考え方と合わないねと思ってきた人がいます、ね。うん、それはもうこれ仕方ないと思ってるんで、ね、ごめんなさいと思いますけど。ごめんなさいね。はい、あの合わせて、ね、合わせればいいんですけど、ここ合わすとね、やっぱりずっと自分じゃなくなるので、うん、なるほどね。さっきちょっと社長が言ったんですけど、はい、老気が来た時に対応してくれるとかなんですはい、老気症、まあ対応というかね、はい、老気症と一緒に。それ例えば社長が入ってきてどうすればいいですかっていう質問が来るんですか。対処法みたいなやつを教えていただけるんですか。 まずあの予防が一番大事なので。あ、そっか、そもそもなんですね。はい、あの老気症が来ても大丈夫っていうのが一番ありがたいです、ね。うんうん、そうですね。で、まあ、来たって言うと大体こんなことしますよって話があるんで、まあ、そこをちゃんとね、あの問題のないような、うん、あのちゃんと話をしてくださいね。まあほとんど分かってないんでね。あ、何で来ちゃったかってことですか。あのどういうことを言われるか分からない。ああ、まあそうですね。急に来てなんかびっくりするだけですもん。そうですね。だからそこはあのまあ間違いね、あの、うん、直さなかとは直さなかんところだし、うん、そこをなんかぐちゃっと曲げる気はないんだけども、うん、そこは話はちゃんとあのやってくださいねと、あの言ったら彼らに巻き込まれずに普通に、あ、そうですね、あの何かとしても何かというか、あの対抗することもないし、あ、まあ、そうか、ありのままねちゃんと出して、なんか結構対抗してたイメージがあるんですよ。すごい仕事をしてたんで。仕事だよね。まあ人間ですから、ね、
人間ですからそれはありますよね。老期で面白い話ありますか？ここはねかなり守秘義務があるんで、あ、そうですね、あんまり言えないでごめんなさいって感じ。黙秘権ダメでーす。はい、言いたいんですけど、はい、まあ、それはまた厳しそうですもんね。お友達になったら何ぼでも言わせてもらえる。ちょっとお友達になってください、ね、後で。だけどまあ、いろんな同士の方もいらっしゃるんで、うん、そこはちゃんとね、こちらは真摯な対応をすればいいかなと思ってますね。大感じがするんですよ。警察官かなっていうぐらいのテンション。ああ、いやもう労基署の人って知ってます？労基署の感じですか？うん。労基署の人と警察署の人と消防署の人はあの人なんですよ。ああ、熱いみたいな感じですね。熱い、そうそうそう。上に目があるやつ。それそれですそれです。あの人たちはすごい。大体じゃあ。すごい力あるんですよ。あるんですね、力。だからすごい来るんだ。まあ、よくやることやりましたね。すごいね。あの人はやっぱりちゃんと皆さんを見てる人です。怖いですね、なんかおっかないですもん。怖いっていうのはちょっとね、別に怖がる必要はないので、まあ、普通に警察とか何もしてなくても私ビビりない。ああ、私僕もそうです。ビビってます。警察ビビりますね。はい、なんかね、制服がちょっとね、あ、そっか、体大きいし、あ、まあ、大きな持っていかない。横にでかいんです。では、次の質問に行きたいと思います。はい、今までに仕事で失敗したことを教えてください。へこんだ失敗ありますか？もうへこんだ失敗はいっぱいあって、はい、まあ、ここで書いたやつと違う話をすると、はい、やはりセミナーをやるときの失敗はかなり残りますね、はい、ダメージが。あー、一人喋りですもんね、あれって。一人喋り、うん、確かに。あ、言い方悪かったですか？まあそう、だいたい、はい、自分どこで主催はしないので、はい、誰かが主催したところに喋りに行かせてもらうっていう、いわゆるゲスト講師で行かせてもらうんですが、はい、期待されていくんで、はいはいはい、期待と違うなっていう雰囲気が漂う時がありますよね。ああ、あるんですか、やっぱり。あるんですよ。どこ行ってもなんかありますよね、そうなんですよ。で、呼んだくせにって思って。そう、いや、呼んだくせに、自分の喋りが、その期待と違うところで喋ったりする時がたまにあるんで、で、そうするとちょっと、あ、ここで失敗したなと思うと、その主催者にも申し訳ないし、はい、時間取ってきてくれた方にも申し訳ないなと思いながら、けど僕の実力こんなもんだなと思って、そこはすごく落ち込むところ。そうですね、困りますね。結局でもそれってなんか反応とかって目に見えてやっぱ分かる。反応はけどアンケート取ったりするんでね。ああ、そういうのが来ちゃうんです、ね。アンケート取った時になんかつまらんとか書かれたらね。嫌ですね。送ってくんなと思っちゃう。抜いてほしいですね、それは。ちょっとやめてくれないと。先生も気を使ってね、うん、これはですよねって言ってくれないけど、ああ、もう、ああ、そんな感じですね。もう嫌だ、それは。ありますね、それは。それは一番なんか、へこむと。へこめますね、それは。なんか、どこ行っても私もアイドルとかやらせてもらってるんですけど、お客さんいない時に、なんか、アウェーなやつでやるとすごい嫌ですね。一緒にしちゃあれかもしれないんですけど、ね、セミナーで話すとき気をつけてることはありますか？はい、今多分今も見ていったら分かるんですけど、ヘラヘラキャラなんですでもそれっていいんじゃないですか、って全然なんかこうガチッてやられてるよりこっちの方が全然いいんですけど、うんうん、まあ、ヘラヘラキャラがね、いい時と悪い時というのはあるっていうことはちょっとあるんで、で、まあ、特に嫁なんか見に来たらね、もうずっとヘラヘラ笑ってるって言われるんで、ちょっと苦しい時はありますよね。もう問題やろうなと思ってます。でもなんか私もでもそういえば言われました、中学生とか小学生の頃怒られても笑っちゃうタイプだったんですよ。うん、なんかごまかすじゃないですけど、うん、その時にすごい怒られましたね。うん、奥村社長はすごい空気読みうまそうだから感じちゃうんだろうな。なんかその感情取っちゃった時に続けられます、ちゃんと。ちゃんとって言ったらあれですけど。はい、次は頑張るぞというのは。ああ、なるほど。二晩寝れば。治ります。結構引きずるじゃないですか。二晩はなかなかや。そうです、そうです。二晩寝たらまた違う悩みが出るんで。あ、まあそうなんです。そうですね。どんな気持ち？忘れてるんです。大丈夫です。シャローシって硬いイメージだったけど印象変わったね。私もこうやって保険のお話しさせていただくと全然違うっていうのがありますね。あ、はい、もうそれ言ってもらったら嬉しいです。本当ですか？なんか全然違う、はい、やっぱ思ってるの保険系の人とか全部硬いイメージがありますね。ふたばんリアルですね。ではでは次の、はい、あ、
っと失敗からずれますね。はい、ずれずれ。人生のターニングポイントについて教えてください。これがね、いろいろ実はまああったんでしょうけども、ターニングといえば、試験に通ったっていうのがね、やっぱりそこで税理士の先生に勤めてて辞めてやろうかなっていうのがあったので、はいはい、あ、そこから始められたんですか、勉強。勉強は税理士の先生に勤めてる時に始まってて、ああ、そうかそうか。勤めながら試験を受けて、すごい。通って。まあ、どうしようかな、このままで事務所なのか、先の不動産やるのか、社労事務所をやるのか、どうしようかなと思ったことがあったんですけども、はい、まあ、そのどうしようかなという前に、その試験に通ったということが、やっぱり自分の中では。あ、決定権がその試験に通ったってこと。そうですね。一発だったんですか。もうまぐれみたいな取り方したんでね。でもすごい、マークシートなんでね。マークシートなんですね。そう。じゃあ、結構、勘が当たったとかもあるんですか。勘が当たった、まあそういうふうに言ってきました。絶対取ったんでしょうね。すごい勉強しちゃって、すごい分かりますもん、私。すごい勉強し、1年間はしましたよ。すごい無理だ。1年間はね、ほとんど、眠かったんですよ。ふーちゃんって。これ、チーンと音が繋がったって書いてるんですけど。あ、これは、はい、試験が、佐渡試験、関西大学であったんですけども、はい、関西大学行くまでの間の阪急電車乗るんですよ。はい、で乗ってる間、朝のこう電車の中でね、こうやってね、本を読んでたんですよ。はい、だからね、今までわからなかった、さっきの厚生年金保険法と国民年金保険法のこのイメージがこう、繋がるときがあったんです。へ、は、ぇ、い、で、音がね、重装液でチーンってなって、ここ繋がったーと思って、お、わかったぞーと思って。行動力とか、なんか。もう分かったら、すごく楽ですよね。今まで分からなかった。君は、もう最後の3つか4つの分からないやつがね、分かった分かった。これでいけるぞ、これ、と思って。それで試験で、それで変な自信になり、もう試験に合格したって。けど面白いな。この日は、学校じゃないわ、社労試験は夏にやるんですよ。はいはいはい、関西大学は、その当時は、20年前は、クーラーがなかった。ですね、クーラーがなくて試験があって、はい、終わった時どうなったの知ってます？倒れた。ね、まず試験の会場に行って、ね、クーラーがないの分かった瞬間に、ね、はい、短パン履いてたんですよ。履き替えた、トイレ行って、暑くてたまらんから短パンに履き替えて、はい、で試験受けたんですよ、はい、終わったらね、なんかね、30箇所ぐらい蚊に噛まれて、あ、じゃあもう何も気づかなかった。そう、試験やってる間全く気がつかなくて、気づかないですね。で、試験全部解き終わって、さあ見直ししましょうと思ったらね、足がね、痒くてアドレナリンが出てたんですね。じゃあそう、足が痒いからね、見直しする気も起こらずね、思わずもうね、閉じてもう出ますって出て、出たんですか。薬局で薬買って言ってた。全然なんかめっちゃのんびりしてるじゃないですか。そんなことあります？それ試験の思い出なんです。思いです。で、会社に行こうかなと思ったけど、もうそれで無理。やめてダメです。無理。会社も行かずに。すごいな、はい、あ、なんか来てますね。いとこが社労士目指してるんですけど、何かアドバイスをください。大学3年生です。あ、すごい。大学3年生ですごいですと思いますが、アドバイスは社労試験通るっていうのがまずね、第一だと思ってるん で、ね、で通る方法っていうのもきっとあると思ってるんですよ、うん、でその、方法はいろいろあると思うんですけども、はい、なんか方法ね、一番簡単に通る方法を掴んでもらったらいいなというアドバイス。なるほど、ね、自分なりに探してみろってことですね。もう前半さんでも言うたら問題集を解きまくれる。ああ、なるほどです。やっぱりなんか国家系っていうか、そういうやつって資料を見てやっとくといいってみんな言いますよね。また全部そうなってしまうんですけど、大体過去問が出るっていうのが大体の社労試験の考え方なんで、過去問を解きまくるっていうのが試験合格の秘訣だというふうに聞いてるんで、なるほど、ね、まあ、大体質問そういうふうに。とりあえずじゃあ問題集を解きまくって短パンでいけばよくあります。頑張ってください。そこ今はクーラーありますね。寒くても散歩できるんで。はい、大丈夫です。お腹冷やさないようにします。次の質問に行きますね。あ、もう30分だ、早い。起業して3年以内の壁、5年以内の壁、10年以内の壁をそれぞれ教えてください。もう20年やられてるんです。壁って難しいですよね。なんかこう、なんか3年目5年目節々であるって。そうですね、まあ
今はね、一番近い壁はここ3年から5年、6年ぐらい前がもう売り上げがほとんど上がらなかった時が実はあって、そこは一つの、まあ、壁というか、壁じゃなくて、まあ、停滞期なのかなと思うんですけども、まあ、その間いろいろもがいてるんですよ、はい、あるんだけども売り上げ上がらなかった時があったというのがあります。でそこはなんか自分の中では壁だな。で、まあ、それはいろんな原因があるというのは分かってるんですけども、はい、まあ、それは一つの壁、うん、でその前、それはね、今のもう15年目の壁ぐらい、ね、15年目結構見ます。15年目の壁って言うたら、まあ、原因っていうのは、今までは付き合ったお客さんが亡くなったりするんです。あ、やっぱり廃業されたり倒産されたりして亡くなっていくんですよ。で逆にそれと、まあ、新しく増えてくるお客さんがなんかイコールになっちゃった時があって、はい、増えるんだけど減っちゃうっていう時があった。ああ、なるほど、そういうこともね。でそういう時があったので、まあ、そういう一つの壁がそういう時であるのかなって、まあ、ずっとお客さんとお付き合いできないなっていうのがあるかなっていうのが、その一つの僕らの壁があった。僕らの壁ね、これ死んじゃうっていうか、亡くなっちゃうっていう。亡くなっちゃう。どうやってここまで上げて。だから、その時はやっぱり、今で言えば新しい血が入ってくるからね。だから今で言えば、もう一人の、佐渡市の代表の子が、かなりその仕事を幅を広げてくれる。ああ、なるほど、ね。だからそこで、まあ、言ったら自分だけじゃもう、そこまでですよね。自分、もうおっさんなんで、自分の周りって言ったら皆さん55歳とかね、はいはいはい、そういう方々じゃなくて、もっと若い子たちがやっぱりお客さんをどんどん増やしていく。その年代増えていくんですよね。若い人が独立開業したりして頑張るのは、その、やっぱ30、40代の人が頑張ってくれるので。そういう人が、僕らの、たら主力となってくれたら、はい、お客さんが増えてきたなっていうのが今、ちょっと実感をしてますね。でそれがまあ、10何年の壁で、3年目の壁っていうのはね、やっぱり、もうめちゃめちゃある。3年目の壁はもう、もう仕事がなかったっていうね。増えない。ほぼ増えないよね。増えないときは壁ですよね。そうですね。どうやって探すんですか？それはね、やっぱり仕事がありがたいので、はい、この社労事業っていうのは仕事がすごくありがたいところがあって、はい、なんかね、出るんですよ。こんなことをしなさいって国が言ってくれるんです。そんなのがあるんですか？あの頃は言ったら就職の職場がなかった時があって、職場がなかった時に言うたら、職場を作ってあげた人に、褒美あげるって言うやつ。褒美をあげる、もらおうと思ったら、誰がもらえるのって僕らが仲介で、さっきの仲介ね。僕らがちゃんと教え、お客様にお伝えして、で、あ、こうしたら、こんなお金がもらえるんだ、こんな急に給料が伸びていくんだねっていう話をこうしてあげたら、お客様、そしたらそれやりましょう、一緒にやりましょう。伸びてくる。なってくる時期があったんです。だから、ずっと、なんかある時に、僕らはありがたいことに、まあ、そういう国の方針というところで、段っていうのがあったりするので、そこに乗っていくっていうのが一つ。なるほどね。そこでじゃあ乗り越えた。まあ、そうですね。乗り越えれたというか、乗り越えさせてもらったっていうのがあるんですよ。そう、なるほどね。これは貴重だね。あとはもう一つは、人脈というかね、人のつながりでね、セミナーをやってみろっていう人が出てきたり、何々をしてみろっていう人が出てくるんで、まあ、そういう人と付き合うことで、どんどんと幅は広がっていくっていうことですよね。結局も、全て人かもしれないですね。結論は今ね、こう、あんまり考えなかったけど。ね、導き出されて答えが。そうですね。まあ、人と付き合える、まあ、国の方針があって、また今回ね、もちろん代表の、まあ、力とかでね、どんどんと今伸びてるっていうところであれ考えたら、やっぱり人と、ね、人が支えてくれたのは今、僕じゃなくて、法人を支えてくれてるんだろうけども、っていうところはありますね。なるほど。じゃあもう、大体3、5、5年目とかの壁は、そんな感じでずっと。そうですね。やっぱり、まあるでしょうね。あったんでしょうね。もう5年目っていうのはもうちょっと覚えてませんけどね。そうです。大体そのお仕事がなくなるとかから始まって、うん、伸びないっていうのがやっぱ壁になってくるんですか？それは伸びないというか横ばいになるんですね。ああ、なるほど。なんか社員さんとかがこう、減っちゃうとかはなかったんですか？社員さんは減っていくときはやっぱありますよ。あるんですか？うん。なんかこう、どうやって、呼び戻しじゃないですけど、はい、新しい人入れたりして、そうですね、一からまた、そうですね、なんかちゃんと育ってくれます？難しいやつじゃないですか。育つっていうのは難しいですよね。
だから今はもう育つというよりも育った人をまあ採用するか育ってるかよ。ああ勝手に自分で。そうん、そうもう育った人を採用するか、まだまだ何もできない人を育てるかどっちか。育てる方向に行かないといけないんでしょうね。方向は。大変そうです。それとももう。資格は持ってる人になる。いや、もうあの資格はもういらないんですよ。なので、私らはもうあの資格を持ってるよりもやる気のある。なるほど。だってもうね、さっきの人と人との話なんで、社労士、まあもちろん手続きっていう業務もあるんですけども、はい、結局はもう人と人とちゃんと話せるかどうかっていうことだけなんで、話せたらいいんですけども、もうね、あの話せないと。意思が伝わらないと。ああ、そうですね。自分も伝わらせないと。何言ってんだろうって思っちゃいますね。そう、だから、ちゃんと言ったことが返してもらえる、うん、人と付き合いたいですよね。そうですね。はい。やっぱり、来たことに対して来ないと、全部はてな疲れたら、もう任せられないですよね。もう、こんなことしてほしいですよね。こんなことしてほしいですよね。なんでね。どんな社員がいいですか？はい、あの、はい、社員さんについてはあの、はい、こうかかってこいって感じ。ああ、なんか黙って受け身になってないでガンガン来いっていう。そうですね。やっぱりあの外にも行ってほしいし、まあ中を潰してほしいとは思ってないんだけども、はい、やっぱりあのしたいことっていうのをどんどん言ってほしいですよね。あのそのご質問に参られてる受け身っていうのじゃなくて、はい、そうじゃないとね面白くないですよね。そうですね。結局そのまんまで伸びていかなくなってしまう。もともと僕らの仕事は受け身な仕事やから、あの給料計算やってねとか手続きやってねってなかなかこちら提案できないんだけど、うん、けどやっぱりこんなことをしてみたいとかこんな風に変えてみたいとかっていうか、そういう子はすごく興味がありますね。なるほどです。ですって。わかりましたか？わかりましたか？偉そうにすいません。いや。じゃ最後なんですけど、起業志望者へのアドバイスということで、ちょっとさっきお話してたんですけど、はい、何かありましたら。はい、あの、確かに起業志望というか、あの、今後ね、仕事をする人については、はい、まあ、ここの会社もその社畜ですかっていうのもあるっていうところあるじゃないですか。はい、で、ただ、何でもやりますせーじゃなくて、はい、なんか、私はこれですせーっていうのがないとダメだと思うんですよ。で、これですせーの中で、あの、言うたら、お客さんが望んでるこれですせーっていうのを作らないとダメだと思うんですよ。なるほど、自分がやりたいのじゃなくて。そう。で、それがもうあの、世の中とマッチすれば、多分、なんかいい感じになるし。そうですね、いい感じになる。難しいよね、この NG ワードあるみたいな。あるんでね、だからそういうのをちょっと考えて起業してほしい。なんかなんぼ自分がね、あのいいもんを作って、世の中の人がいいもんじゃなかったら、多分、ね、あのなんかな寂しくなるよね、自分がね。そうですね。大学で、まあ、別にあの嫌なことをしてても、ね、もちろんないんで、僕らも好きでやってるんで、あの嫌じゃないんで、非常にあのありがたい、めちゃめちゃありがたい仕事なんですけども、だから自分がしたいことが、お客さんが欲しいものとニーズ実はあって、しかも尖ってるっていうのは、あのもうこれだと決めて やれば、すごくいい感じかなって、なるほどって思いますね。一個に特化して、ちゃんと。必要とされているものに対して自分がいて、うんうん、そうですね。なるほど、すげえ分かった。してほしいな。そうですね。結局それがないと、今更すごいめっちゃいいハサミとか作ってもいらないですもんね。あ、違かったかな。いやー、美容師さん欲しいかもしれない。確かにありました、自分。これはもうめっちゃ切れますね。めっちゃいますね。間違った。どうしようかな。何か質問コーナーを開催してますけど、何かありますか？ドラグがあるんで、待ってください。社労士さんって、普段何されてるんですか？あの、普段何するっていうか、はい、お客さんが来たらもちろん対応するっていうのは分かるんですけど、どんなことをされてるのかな？まあ、どんなことの話をすると、はい、多分3つぐらいあって、はい、まずはあのお客様のいわゆる労務相談っていうのがあるんですよ。はいはいはい、あのこんなことをしたいんだけどやってもいいとか、はい、まあ、はい、そういうこともあるんですよ。でこういう労働時間制度を作りたいんだけどいいとか、
で就業規則って働き方のルールなんですけども、はい、どうしたらいいとかそんな話がまず、来るんですね。会社から。もちろん会社からです。なるほどです。はい、それが一つあります、うん、であとは、手続き代行っていうのがあって、はい、先ほどの社会保険とか、はい、厚生年金保険とかあとあの、なんだ雇用保険とか、はいはい、その手続きをするんです。だから仮に言ったら、美咲さんが、あの美咲さんが、はい、あの会社に勤めてて、はい、会社で雇用保険に入っていると。でここ退職したと、はい、だから失業状態じゃないですか。お金が給料もらえないので、はい、だから失業保険をもらいに行くのに僕らが手続きをして、あの離職票っていうのを作って、手を渡りするみたいな仕事もするんです、であとは給料計算なんかも、まあ、やらせてもらったりしてるし、で会社の社員さん、お客様の会社の有名さんの給料計算もやらせてもらってるし、あとはあの今公的助成金っていうのがあって、まあ、こんな本が、まあ、そう公的助成金っていうの本があって、はい、こんな助成金をもらってもらうっていうのがあるんです。さっきの社員さんを育てるっていうところで、ね、国はお金を出すんです。ああそっか、お金かかりますよね。そうです。あの人を育てるんで金かかるんで、そこは国がちゃんと出してあげましょうって言ってるんで、それを、あの僕ら一緒になって計画を作って出しますよ。なるほど。いうのが国絡みがあるからなんか強いですね。そうですね。まあ、あの、はい、国とね仲良くやって、うん、あのちゃんともらえるものもらってもらいたい。なるほどです。お金くれればいいですね。あと最後なんですけど、社畜層にたくさん来たいでは、さっきの質問募集が。そうそう、だから今から読むの。最後っていうかね。いいじゃん別に言ったって。ね、社畜層人間、ダメ社員とかって言いました？なんかこいつだなみたいな。はい、あのダメ社員って、ダメ社員って難しいね、ここでダメ社員って俺かなってなっちゃいますもん。俺かな ダメ社員さんっていうのはね、やっぱりあのその先ほどのキャッチボールができない。あの業務はできるしないできるんだけど、お客さんの要望を聞かない、聞こうとしない、理解をしてくれないっていう方はちょっとやっぱりしんどいですね。マニュアル通りにっていうか、マニュアル通りというか、お客さんの言ったことをこう自分の中でこう分かって、ね、こうですかって言ってくれたらいいんだけど、あ、言わない。ここがちょっと分からずに仕事をしちゃうと、あの リクエストと合わなくなりますよ、要望と。結局クレームとかになっちゃう、うん、要望と合わないと、やった努力が全部水の泡になることがちょっと、うん、もうちょっと分かってほしいなと思う時があります。あったんですね。そこがちょっとあの、まあね、みんなが不幸になるんで。そうですね。お客さんも当然あの従業員さんに怒られるし、はい、でこちらも、ね、やった仕事がパーやし、そうですね、そういうのは損だなと思うんで、そこはちょっと、はい、僕らの中で仕事で難しいところかなと思っています。ダメっていうのは難しいなと思っています。畜生人間、あの奥村さん、社長さん優しいので、ダイレクトには来なかったけど、ちゃんと会話をしてくれない人嫌だってことですね。そうですね、とりあえず、はい、もうちょっと会話の嫌。いやなるほど。合わないお客さん、でもお客さんは選べないですもんね。来てくれた人に対して、はいはいはい、なんか無理とかあるんですか？ちょっと嫌だから無理っていうのは、あの嫌だから無理ってのはできないことは無理なんですよ。あ、まあ、そうですね、はい、あの言うたら給料払いたくないけどどうするって言われたらそれは無理だし、それはちゃんと払ってあげてって話になるんで、それ何とかせいてる間も何ともできない。そこはちょっと無理かなと思ってありますね。間違いないです、それは。じゃあぼちぼち45分なんでね、私の過去4番無敵の即興の歌まとめに入らせていただきたいと思います。ちょっとこの時私の方見ないでください。見たかな、また見たらダメ、歌が止まってしまうので。鶴みたいね。見ない、絶対見ないでください。私のことを見ないでね。はい、ちょっと待ってください、今まとめるんで、しばし、しばしよろしく。これすごい嫌なんですよ、毎回ですけど、すごい嫌なんですよ、はいはい、なんか新しいコーナーに変えてもらえ。言ったんですけど、これはダメだ、はいはい、川柳が何かにしてもらった。川柳までに結局なんか考えなきゃいけない。そう、どうしようかな、どうしようかな、すみませんね。楽しみが何とも言えのね、待ってる。やめてくださいよ、働けるの。どんなにものできるんやろな。ちょっとやめてくださいよ。アイドルですかね。
タイトル。一応過去があります。はい、アイドルは、はい、何をしても許してもらえる。あ、見ないでね。そうです。じゃあね、もじもじ行こうと思います。この時間に視聴者と社長で待ち時間、あ、なんかしたよね。全然やってくれていいのに、私としては助かる。ん？このあれですね、会話を楽しみ。ああ、会話ね。はい、では、はい、あ、はい。あ、ごめんなさい。もう、はい、行きたいと思います。おじさんになります。はい。おじさん待ってください。ちょっと目つぶ、なんだろう、目つぶられてほしいです。あ、もう、まあ、はい、目つぶった。行きまーす。ちょっと不安やね、目つぶったら。難しくない社労士だ、私は今日知りました。難しくない社労士でした。社名の由来、ローラバーラブライトライト、4つの間違った5つの L を探しに行くよ。ゴー、さすが。お粗末様でした。いやいや、もう、前の尾形さんが一番面白かった。なんでこれ一応笑ってくれるんで。ありがとうございます、お粗末様でした。ちょっとね、今回この歌も取材も含めて、私の採点をしていただきたいと思います。星3つで、はい、3つのうち、なんぼっていうのをいただくと嬉しいです。まあ、またそれ。歴代全部3です。あ、みんな 3? 歴代全部3です。ちょっと前情報として。うん、みんな3か。では、ドラムロール。ドラムロール。どうぞ、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 どうぞ。私の方見ないでね。じゃん！2.9。9999もう限りなく9998何でしょう。まあほぼ3ということで、じゃあもう1回は言ってください。星3ついただきました。ありがとうございます。すごいいっぱいいっぱい W もらいました。ということで最後のコーナーになります。めちゃきからのお願いということで、ちょっとこの私からの営業になってしまうんですけども、はいはい、ちょっと営業があるんですね。でででで、おー、なんかわからんけど、みちゃきのお仕事コーナー、私がちょっとやらせていただいてるやつで、すごい営業下手くそなんですけど、それを踏まえたので聞いていただけると嬉しいです。営業が下手くそ、営業下手くそなんですよ、ね、うん、はい。今回の写真、この後このグレー背景でかっこいい写真撮らせていただくんですけれども、それと今回のこの動画をまとめさせていただいて SNS 拡散用とかホームページの読み込み用とかに作らせていただきます、はいはい、っていうのがこのご祝儀プランですね、はいはい、でプリチープランがその LINE スタンプ、はい、LINE とか使われてます？ LINE 使ってます。本当ですか、はい、ちょっと LINE のスタンプ、これ奥さんとかもあれなんですけど、全然ご要望いただければ書くんですけれども、はい、奥さん、うん、奥さん、あのラインスタンプで、ファミリースタンプみたいなやつで、ファミリースタンプは、すいません、すいません、はいはいはい、ごめんなさい、ルールも変わってごめんなさい、はい、てかホームページとか、うん、何か資料とか作るのに、はい、それこそそのセミナーやるときに、うん、ちょっとイラストが入ると堅苦しくなくなるじゃないですか、はいはいはい、っていうので、はい、使えますよっていうことで、わかりました、プリチープラン、はい、で、めちゃくちゃ支援プランで、これが全部ごっちゃになって、ごっちゃじゃないな、合わさって、うん、このお値段、なんと、うん、で777万円、77,000円、すごい桁大きいなと思って。そんなわけはない。後からホームページ制作ということで、こっち側の人がやってくれる、はい、パンフレット制作はあのパンフレットの感じで作らせていただきます、はい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 、ということになっております、はい、もし何かお仕事いただけたらください、よろしくお願いします。あ、これで僕が仕事を発注していくわけじゃない。そういうあれやね、777万円厳しいよね。777万円、な、7万です、7万。あ、なもうこのみちゃき支援プラン、本当ですか、いいんですか。はい、なんか分からんけど、そうです。いいんですか、支援いただいて。え、支援って支援、え、これやってくれんじゃないの。やってくれます、やってくれます、絶対やります。完全に何支援するか、アイドル支援したら困るな。完全にこれちょっとやらせていただきますので、ちょっとじゃあ LINE スタンプの方とか後でもちょっと打ち合わせしていただきます、はいはいはい、本当にありがとうございます、はい、ちょっとすごいいい感じ、お、すごい、おーって二
太っ腹やね。ちょっとすげえ汗出てきちゃった。もう困ってます。どうしよう。ありがとうございます。ということで今回はすごい綺麗に終わりました。すごい綺麗に終わっちゃったんだけど。今回のもっと社長を知るマショータイム第6回目社会保険労務士法人エルクエストさんの覚えてくれた。覚えました。奥村社長さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。